修と申します。田中修太郎が本名で、まあ、マシューって呼ばれてます。夏の曲を2つお送りしたんですけれども、1曲目は、その先日リリースした CD に入っている箱庭の夏っていう曲で、2曲目は、大学時代にやってたやつですね。結構作曲してきたのを振り返るとなぜか夏の曲が多いんですけれども、まあ夏は大嫌いで、特に暑いのがすごい嫌で、今年は特になんか暑いみたいで、農作物とかも全然届かないっていう話を農家にも聞きましたでね、ウークイがあったと思うんですけど、あの沖縄のお盆で、まあ、ちょうおじいちゃんが来てるっていう体でやりますよね。で、最後おじいちゃんを送らないといけないんですけど、その時にこのサトウキビの杖を持たせるんですけど、これがなんか例年よりも相当ひょろひょろしてて、ごぼうみたいなんですよ相当、まあ、あの世に帰るのおじいちゃん大変だったんじゃないかな。次の曲も、CD に入ってるやつで探し物って言ってくれます。思い出の中の君はずっと笑ってくれるけど、
弾き語りってやったことなくて今日初めてです。最初この黄昏コーヒーでアコースティックライブをするっていう話を聞いたときに、なんか本当はあの黄昏コーヒーの雄三さんが増田聖子やるって聞いてそういう噂を耳にしたのが、俺もアイドルソングやりたいなってちょっと思って、でちょっと次はアイドルの曲です。でさっきちょっと聞いてたら何気に冬の曲だということが発見してしまってしくったなと思ってるんですけど、多分みんな知ってる曲なんで、あの歌詞とか検索して一緒に歌っていただけたらなと思います。I'm not afraid to die.
ありがとうございます。最高だ。元井で好きだったもんな。大丈夫。最高です。いやいや、大好き。期待しそうです。期待しちゃう。